今日はたまたま天国への階段を見つけたんで登っていきます。あと750回階段登れば天国に着くってね、この天使っぽい人が言ってるんですけど、怪しいね。俺今赤ちゃんなんだけどもう今赤ちゃんなんだけど、起きた。もうなんかこういうなんか質問とかを通してどんどん成長して天国に行きます。俺はそれでは天国への旅を始めましょう。準備はできま、準備するもんなの？天を仰ぐママの子宮、なんだこれ、なんだこれ、なんだ、どういう意味やねこれ。ママの子宮がほっとした大きな笑顔を見せる。まあね、天国に行けるってなったらやっぱ大きな笑顔見せるでしょ。しかもこれなんかこの天国に行く人たちが投票した数とかも見れるっぽいんで、一番これが多かったらやっぱみんな嬉しいと天国に行けて。 Congratulations. いい選択。5段進めてよ。5段、まだ700歩あるからね。誰かいるぞ。お、こいつ早くねえか。また来たね。お母さんが予防接種に連れてってくれました。お尻に打ってもらう、看護師にワクチンを打つ、医者に噛みつく。これはね、俺はねごく普通の回答していきたい。医者に噛みつく、まず医者に噛みついていきたいよね。戦うのよやっぱりね。相手が注射器で襲ってきたらこっちは噛みつきに行くとね。続ける。悪い選択。おい、6段戻ったぞ。赤ちゃん落ちる。え、これ地球に戻っちゃうんじゃない俺。このまま行ったら。頑張れ赤ちゃん、お前ならいける。お前のよじよじパワーを見せつけろこのゲームに。いいよいいよ、早い早い早い、スピード速い。お父さんがおむつを変えようとしています。お父さんの顔めがけてうんち。お父さんの顔蹴り飛ばす。お母さんに呼んでもらう。もうなんかすごい答えしかないのこれ。まあもちろんお父さんの顔めがけてうんちするでしょこれ。やったれ。いいね。一番多かったのお母さん呼んでもらうか。うーん、よくわかんないよ。また戻ったんだけど、大丈夫かこれ。赤ちゃん大丈夫かお前。お前、たどり着くこれ。行こう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 。頑張れ頑張れ頑張れ。お、なんか来たよ。なんだこれ。乳児期が完了。え、あ、見て、ちょっと成長した、ちょっと成長した。普通のヤングボーイになったということで、どんどん上がっていきます皆さんね。お、あなたが見つけた野良犬、ペットとしてそれを受け取る、結構です。もちろん犬受け取りました。もちろんね、犬と共に行くと俺は、テレビで可愛い亀の赤ちゃんを見ました。亀におもちゃを投げつける、キスしに行く、お母さんに頼んで一つ買ってきま、あー、まあまあまあ、俺だったら、まあ買ってきてもらうよね。おい、来たね。来たね。キスしに行くが一番多いんだけど、どういうことやねん。なんでテレビにキスしに行くねん。お、あ、でもいい選択だよ。来てるね。やっと来てるね。なのこれ、豆知識。知ってましたか？ 7×5 とは、ほとんどの人が知らないみたいな言い方してさ、5×7、37でしょ。もう一度！なんか変なやついる。バナナみたいなやついるぞ、なんか。怪我をした鳥を見つけました。マウスとマウスで人工呼吸をする。自分で手術をする。かかりつけ医に持っていく。どれもちょっと微妙だけどね。マウスとマウスや。俺日頃からマウスとマウス特訓してんのよ。もしこういう鳥とかが怪我してたらできるように。見てください。優しさ。優しさに満ち溢れてる男なんですよ、俺はね。なんでやねん。歩こうとして転んだあなたを意地悪な姉が笑っています。姉の足を骨折させる。姉に卵を投げつける。死んだふりをして怖がらせる。いやもうね、俺はめちゃめちゃ極端です。姉の足を骨折させちゃうとね、暴力です。家庭内暴力。なあ、俺天国に絶対たどり着けねえ。こんなとこで俺は終わりたくない。なんだこれ。お前の、え、なんか悪魔みたいに来てんだけど。お前の金をよこせ。なんだと？皆さん大丈夫です。逃げ切りました。なんか鍵あんだけど。あなたが見つけたゴールデンキー。No. え、ちょっと待って。え、入児期が完了。あ、じゃあ幼児期が完了。え、また成長したよ、俺。いいよ、いい感じだ、いい感じで言ってるよ、今。あ、初恋だ。彼女があなたの頬に唇を寄せます。もう一回キスしてもらおう。キスマークを拭き取る。唇にキスする。もちろん、リア充爆発という主義は我々やめることはできないです。キスマーク拭き取りましょう。なんでやねん。どんだけ転んでも立ち上がると、そういう男でありたい俺は。おっと、ベッドでおねしょしてしまいました。オレンジジュースでごまかす。お母さんのドライヤーで乾さかす。姉のせいにする。もう全力でこういう時は人のせいにしましょう皆さんね。人のせいにすれば OK です。おしっこ漏らした時は。また読んだ戻るわ。俺これ大丈夫か本当に。俺天国に行く資格あんのか。こんな悪い選択しまくってて。性格テスト。あなたを犬に例えると、あなたは一匹狼ですか。まさかね、まさかですよ。はい。週末の予定は？予定ありません。イラッとくるものは？悪い態度。ロックバンドに入るならどのポジションがいいですか。リードシンガーですよもちろんね。俺犬になったら、俺犬何、俺犬パグ。あなたはそれほどおしゃべりでありませんが、パグのような大きな魅力を話すこともあります。バカ真面目になるか面白い人になるかその時の気分次第ですということでね。俺おしゃべりじゃないか。クラスでいじめにあっています。誰か死ぬね、これ。これ誰か死ぬよ。殺し屋を雇って仕留める。いじめっ子に仲間入りする。学校に行くのやめる。どういうこと？なんでいじめられてんのにいじめっ子に仲間入りすんのこれ。おかしくない？もう、もちろん殺し屋雇うでしょ普通に。普通に考えて。しかも一番多いというね。みんな考えることは一緒という。もちろん、これ絶対戻るね。もう戻るね、これね。これは良くないですね、以上に。やばくないこの天使。この天使やばいぞ。めちゃくちゃお金よこそうとしてくる。約束したトランポリンを買ってもらえませんでした。ハンガーストライキを開始する。なん
んだハンガーストライク、あれだ、断食するってことだ。意味わかんなくね。断食するって自分が苦しいだけじゃん。親のベッドの上でジャンプを開始する、家中の枕を使って自分で作る。枕使っても別に跳ねないから、親のベッドの上でぴょんぴょん跳ねましょうとね。トランポリンがなくて困ってる時は親のベッドでぴょんぴょん跳ねれば OK です。やばい、ちょっと待って、もうすぐ死ぬって出たんだけど。なんだこいつ、優しさ、優しさがゼロになったから。俺死ぬの、天国行けないの俺。やだそんなの、俺は天国行きたいです。僕許してください。広告見ればいいんですか？広告見れば天国行けるんですか？ Yes。 わかりました。あれだわ、多分ね、悪い選択続けると死ぬんだ俺。おお、来た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 ぞ。来たね皆さん、でっかくなってきましたよ俺、いろんな意味で。友達がペットに毒蜘蛛を飼っています。そんなやついる？毒蛇をプレゼントする。防護服を着て彼に会う。スパイダーマンになるために噛まれる。うわ迷うな。まあでも俺だったらスパイダーマンになるために噛まれるね。はいと。なんでやねん。もしかしたらって可能性があるでしょ。両親の部屋に入ったあなたはキスするとこを見てしまいます。こっそりと様子を見る。幸せな夫婦であることを祝福する。動画を撮る。もうクレイジーボーイだよこれは。もう幸せな夫婦であるっていうことをね祝福してバッチリポイント稼いでいきましょう。完璧なね、俺の完璧な作戦。試験でカンニングするチャンスがあります。友達からカンニングペーパーをもらって書き写す。カンニングなんて当たり前だろ。誠実が私のポリシーだ。カンニングなんて当たり前だろ。この世界は強き者だけが生き残る。皆さんカンニングやめましょう。バナナになりますよ。この人みたいになっちゃいますよ。親友の彼女に片思いしています。科学のおじさんにクローンを作ってもらおう。友達にそのことを打ち上げる。彼女に告白するというね。親友の彼女に片思いしてるってやばくない？もう科学者のおじさんにクローン作ってもらうしかないでしょこれ。いい選択だったんだけど。数少ない俺のいい選択のうちの一つだったというね。パーティーで友達のお酒を勧められました。挽回、挽回しましょう皆さん。あ、未成年か俺。いよいよ運転免許の試験です。試験をサボって無免許運転。いやいやいや、いよいよって時に。いやこれはこれ試験官を買収するでしょこんなの。もちろんですよ、もちろん。どれが正解なのこれ。どれも正解なくないこれ。全部悪い選択肢で、まあ最悪だ。もうこれ無理だ俺。デートに誘われますか？お金が十分にありません。せがんで払ってもらう。盗む。借りる。何この質問？どれが正解なのこれ。借りればいいの俺は。借りればいいんですか？な、せがんで払ってもらうの？あ、いいぜ。よかった。ビビった。せがんで払ってもらうがいい選択だったらもうね、この人類滅亡する多分。また一歩大人へと俺は進化した。10代が完了。そして20代の男と。犬は全然成長してないけど。大学を首席で卒業しました。物足りないと感じる。お祝いが終わったら勉強は再開。自慢話を始める。まあもちろんね、大学首席でも物足りないと。全然ダメだぞこんなんじゃ。なんでやねん。いいことじゃないの。物足りないと感じたらもっと上に行けるやん。貧しい家族にお金が欲しいと言われました。自宅に連れて行く。食べかけのホットドッグをあげる。自分の方が貧乏だという。とりあえずはまあ優しさでね、食べかけのホットドッグをあげてあげましょう皆さんね。そうすれば世界は平和になると。いい選択。なんでやねん。今日は大切な日、結婚式の日です。付き添い人とイチャイチャするか考え直すか、一日を思いっきり楽しむ。楽しみましょう皆さん、結婚式ですからね。一緒に一度出会ってほしい日だから、一緒に何回か会ってほしい日ではないです。寝ようとしますが、生後6ヶ月の赤ちゃんが泣いています。嫁に世話をさせる。起き上がってあやす。眠りにつく。眠りにつきましょう、疲れてるんで。尿意を催しますか。あなたはプールの中にいます。プールでおしっこする。少しだけ出して残りは我慢する。急いでプールから出てトイレする。少しだけ出して残りは我慢しましょうね。そしたらギリギリ耐えれると。嘘が、まあ、ちょっと悪い選択だったか。まあ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 、でもギリギリオッケー。便所でトイレットペーパーが切れてることに気づきました。拭かずに済ます。ささやき声で助けを求める。代わりにシャツを使う。どれも嫌だけど、もう拭かずに済ましましょう皆さんね。シャツにうんこつけたくないし、誰もいないし。え、なんで、なんで、意味わかんない。もう無理だ。待って、え、ちょっと待って、新しい犬が来たんだけど。コーギー、結構です。もう犬いる。あ、犬消えた俺の。え、死んだってこと？奥さんが女の子を出産します。興奮して先生にキスをする。お祝いパーティーを開く。男の子が欲しかった。興奮して先生にキスしましょうね。うえ、キスすれば世界は平和になる。え、なんで？こっから先は行かせない。こいつやばくね？どんだけ俺に死んでほしいのこいつ。広告見れば話してくれるんですか？ Yes。 はい、わかりました。宝くじに当たりました。事前儀仗に多額の寄付をする。ギャンブルや麻薬に使う。自分のために新車を購入する。もう普通だったらさ、これだよね。だって多額の寄付できる人あんまいないでしょ。せっかくね、宝くじだとほらで、ね、これ悪い選択だったらね、ちょっとね。奥さんが別の男と一緒にいるところに出くわしました。嫁のサンダルで男を叩く。暴力ですよ、暴力が全てを解決する。 No、 なんでよ。妥当な理由じゃない？でも今200歩台にやっと来てるわ。あとちょっとじゃない？もう半分以上。あ、しかも成長したというね。
青年期が完了。だいぶ来てます、だいぶ来てます。レジで店員が打ち忘れた商品があることに気づきました。何事もなかったことにする。酔っ払ってるのか店員に悪態をつく。打ち忘れたことを教える。まあ、ちょっと稼ぎたいんでここはね、打ち忘れたことを教えました。皆さんね、いい大人になりたい。8段進む。素晴らしい、皆さん拍手をお願いします。俺のために、俺のために拍手をぜひお願いします。もう飲めないと言ってるのに友達があと一杯としつこいです。酒を友達に投げつける。やってやるよ記録係は。友達に向かって吐く。友達に向かって吐きます。俺なら服汚し、いい選択。しかも素晴らしいね、このゲーム好きよ俺。この天国の階段大好き。またこの天使お金で釣ろうとしてる俺のこと。危ない、皆さんこういう天使には気をつけてください。困ってる時に友達がお金を貸してくれました。今度はあなたが助ける番です。友達を避ける。あらゆる手を尽くして助ける。アドバイスするがお金は無理だ。やっぱり友達は大切にしないとダメだと。あらゆる手を尽くして助けるよ。もう優しさで満ち溢れてるから俺はね。ほらいい選択です、もちろんね。コーギーまた来た。一度は捨てたコーギーを見て、可愛いでしょ皆さん。ホットドッグ犬です。ついに新たなペットを手に入れた男。あなたは政治家が関与する注目の殺人事件の唯一の目撃者です。口止め料をもらって彼のために証言する。議員にしてもらえるか聞いてみる。犯人に不利な証言をする。もちろん犯人をぶっ潰すと。名探偵コナンならぬ名探偵コカン。もう言ってるうちにあと190だよ。いけるねこれ。ネット上に流出した自分の際どい写真を友達に見せられました。ハッカーやってと削除してもらう。だからどうした、見た人に楽しんでもらえばいいじゃないか。双子の弟だという。ハッカーやといました皆さん。もうちょっとさすがに厳しいわこれは。さすがにハッカーやといたい。うえ、しかもいい選択だというね。ゴー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 。人通りのない道を運転中にお年寄り引いてしまいました。悪態をついてスピードを上げる。病院に連れていく。示談を持ちかける。逃走や。やばい、怒涛のラストスパート全然ない。あ、おじいちゃんになった俺。来たねこれ。多分おじいちゃんタイムですよ皆さんね。止まらぬスピードで駆け上がります。ビーチバレーで若者の動きが鈍いと馬鹿にされています。試合に集中する。年を取ったと落ち込む。顔めがけてボールを投げつける。いっちゃいましょうね。はい、まあまあまあそうなるわな。俺はね負けてないっていうね態度を示していいと思う。レストランでワイングラスに入れ歯を落としてしまいました。席を外してトイレに行く。ワインと一緒に飲み込む。店員に頼んで出してもらう。もうこれちょっとキモいからこれはね、これはさすがにねちょっとキモい。これはと言ってるうちにあと196。来た、長かった。ここまで。博物館で子供にこの恐竜より年上なのと冗談をやりました。棒で叩きのめす。もちろん棒で叩きのめすでしょこんなの。うーわー、やらかした。さらにさらにシニアになったぞ。いけ、ラストスパートだ、ラストスパート。孫から SNS に参加してほしいと頼まれています。登録して若い女性と出会う。後ろしいことに挑戦するのは嫌だ。登録して孫のアカウントをこっそり監視する。こっそり監視しましょう皆さんね。こっそりとね監視しちゃいましょうと。なんでやねん、いいでしょ別に。孫が麻薬に手を染めています。一緒に麻薬をすると見せかけてすぐにやめるように言いましょうね皆さんね。ここがねしっかりしてます。そりゃそういう面では、そういう面ではしっかりしてますのでご安心くださいので、チャンネル登録をしてください。いけるぞ。ダメだこいつ、こいつダメだ。広告見れば殺しませんよね。 Yes。 はい、わかりました。あなたは一人暮らしですが子供たちは面倒を見てくれません。自分の財産を子供たちに託すか託さないかと。全財産使ってしまいましょう。いい選択。しかもいい選択で言うね。やばい、あと12段だよ。いったんじゃない、俺天国いった。7654321。やばい、来た。まさかいけると思わなかった。天国なんかいる。天国へようこそ、おめでとう。悪魔は天国を破壊しました。破壊されたの。まあ、正直めちゃくちゃ地獄に行きそうだったけど無事天国へ行けました。